カミング軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は1203人で、軍庁所在地はウエストポイント。ネブラスカ州のナンバープレートでカミング軍の車両は最初の数字が24になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、カミング軍の車両登録台数が州内の軍の中で24番目に、 多かったからである。カミング軍は1855年に組織され、第2代、第4代ネブラスカ巡州知事のトーマス・ B ・カミングに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1488平方キロメートルである。このうち1481平方キロメートルが陸地で、7平方キロメートルが川や、 湖などの水地域である。総面積のうちの0.44%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、カミング軍には1203人、3945世帯、及び2757家族が暮らしている。人口密度は7、平方キロメートルで3、 平方キロメートルの平均的な密度に4283件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人95.88%、黒人0.13%、先住民0.28%、アジア系0.20%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種2.63%、よび根結0.85%で、 5.48%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の67.4%がドイツ系、5.6%がアメリカ系移民の子孫である。カミング軍に住む3945世帯のうち32.60%は18歳未満の子供と暮らしており、61.70%は夫婦で生活している。 5.30%は未婚の女性が接待種であり、30.10%は家族以外の住人と同居している。27.10%は独居で、全世帯の14.90%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.53人であり、家庭の場合は3.08人である。 軍の住民は27.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.50%、25歳以上44歳以下が25.20%、45歳以上64歳以下が20.90%、および65歳以上が20.20% 20となっている。平均年齢は39歳である。 女性100人に対して男性は1 0 2 1例に見て、18歳以上の女性100人に対しては、男性は99.20にいる。軍の世帯ごとの平均収入は33,186ベイドルで、家族ごとでは38,369ベイドルである。男性の26,577ベイドルに対して、女性は19,246ベイドルの、 平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は16,443米ドルである。総人口の9.00%、家族の7.00%は貧困線以下である。18歳未満の子供の9.80%及び65歳以上の7.80%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。